ここでヒトラーは重大な判断ミスを犯します。ドン川沿いに進む B 軍集団に対し差し迫った戦略的理由がないにもかかわらずスターリングラード攻略を命じたのです。陸軍は突如として重い任務を負わされました。ヒトラーはさらにミスを重ねます。カフカス油田地帯の軍事作戦が思うように進まないことに苛立ってスターリングラード攻略を指示した B 軍集団を南へ転進させたのです。一方、援軍を得た A 軍集団はカフカスを横断しカスピ海から110キロほどの地点まで到達するとソ連の軍隊の排除に当たりました。その後ヒトラーはまたもや指示を変えます。スターリングラードへの進撃速度が遅いと腹を立て B 軍集団を北へ引き返させたのです。8月9日 A 軍集団は油田があるマイコプを占領します。しかし油田施設は破壊された後でした。援軍がなければカフカス中央部やカスピ海沿岸にあるその他の大規模な油田施設を攻略することは不可能でした。その頃ヒトラーの関心はすでに別の場所に移っていました。8月末ドイツ軍はスターリングラードの目前まで到達していたのです。